どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うがです。もういい子たちばっか、本当にやっていきましょう。チース。なんか勢いよく2年生女子コンビが入ってきた。オース。オース、アイボン。アゲハは俺の顔を見てにやりとする。どうしたんだアゲハ。ロボット部に行かなくていいのか。その前にちょっとお話ししたいことがあって。小鳥、何があったんだ。そう、提案がどうたらってアゲハはこそこそと話す俺と小鳥を睨んで咳払いする。天音先輩、引退の話聞きました。時間がもうないんですよね。うん。けど私は先日お話しした通り、しばらくロボット部に専念しなくちゃいけません。今日から大会出場に向けて最後の仕上げにかかるので、部活延長届で作業できる20時ギリギリまで多分毎日残らなきゃいけないと思います。それじゃロボット部が終わった後にこっちに顔出すこともできないじゃない。アゲハが厳かにうなずく。それはやはり俺たちにとって絶望的な状況だった。そこで提案があります。合宿をしましょう。合宿。そうです、合宿。みんないまいち話が見えずにポカンとする。どこでするんだ。ここでよ、決まってるじゃない。ここに泊まり込んで作業するの。歩いて帰る距離に住んでんのに。実際にここで寝泊まりする必要はないわ。生徒会に届け出をするだけでいい。するとどうなるんだ。アゲハがニヤッとほくそ笑む。学校に残り放題。ここでようやく俺たちの頭にピコンと電球が光る。私が来られるのは20時以降になるけど十分よ。ああ、俺たちの作業時間も増やせるし、スケジュールを大幅短縮できるぞ。あんたらほんと好きだね。普通夏休みが潰れるって文句言うところよ。夏休みなんて宿題くらいしかやることないもん。毎日好きなことだけやってていいのに文句なんか言うかよ。ですって。先輩どうですか。ああいいと思う。でも君はそれでいいのか。ん？だって掛け持ちする君の負担が一番大きくなる。それなら私も葵の考えに一票かな。好きなこといっぺんにできるんですもん。ちょっとくらいしんどくたってへっちゃらです。じゃあ決まりね。早速生徒会に合宿の届けを出しに行きましょう。ああそうだな。ついでに副部長の届けも出すか。みんなそんな話もあったなって顔になる。そんなの葵くんで。私はハバネさんがいいと思うな。え？ああ俺もそう思ってた。ちょっとちょっと、なんでそうなるのよ。ほら私は所詮掛け持ちの身だし。俺寮母の仕事もあるからパース。はい、多数決取ります。ハバネさんがいいと思う人。小鳥を除く全員がビシッと手を挙げた。やだ、ダメだって。私なんか一番役に立ってないし、一人じゃ何にもできないし。いやお前そんなことないよ。お前さっきのもう前回の動画の言葉聞いたけどな。あそれでいいんじゃないか。翼を持たぬ人が空を飛ぼうと言うんだ。現代においてもそれは途方もない話だよ。そんな時一番必要になるのは技術や才能ではなく情熱だと思う。空を飛びたいという思いでみんなを引っ張っていくものが副部長になるべきだ。アマネちゃん、それアマネちゃんの役目じゃないの。だって部長はアマネちゃんなんだもん。まあまあもう決まったことだし。じゃあ早速初仕事して生徒会に届け出を出しに行こうぜ。雑用押し付けてるだけでしょ。こうして合宿することとなり、ついでのように副部長も決まった。
行ってくる。小鳥と天音先輩は届け出をするために生徒会室へ向かった。さてと、私もロボット部に行くかな。アゲハ、ありがとな、残ってくれて。いいのいいの、好きでやってることだもん。ところで、どうだったんだ。何が。ほら、さっき言ってたラブレター。ああ、またニヤッとする。すっごい告白されちゃった。すっごいってどんな。私のこと好きなんだって。いやー、熱い子だよあの子は。私嫌いじゃないんだな、そういうの。じゃあ OK したのか。うん、そっか俺応援するからな。ありがとう。それじゃ行ってくるね。おお、頑張れよ。とまあ、こんな具合に俺たちの夏休みは始まったのだった。いや、そうだよな。俺からしたらたまったもんじゃね。相手、どんなやつなんだろう。そりゃそうだよな。そりゃそうだわな。これを知らないから。その実情を。確かにすんごい告白だったよ。そりゃ熱いな。熱かった。うん。俺もその熱さにほだされて、俺も本当に泣きそうになったもん。うん。こういう熱さ、嫌いじゃないよっていう。そんな感じだったんですけども。一学期最後の日の夜。水瀬くん、悪いけどこのバスタオル洗濯しといてもらえないかな。いいっすよ、洗濯カゴに入れといてください。 ありがとう。私の部屋のエアコン調子悪いんだけど。休み中に電気屋呼んで見といてもらいます。よろしく。いるなら作りますよ。いや、よろしくお願いします。みんな慌ただしくなる。慌ただしくしている。あ、なるほど、それもそのはず。寮生である皆さんは夏休みに実家、寮生である皆さんは夏休みは実家に帰るのだ。早い人はもう明日の朝から帰省してしまう。暑い、死ぬ。かなこさんがうちわを片手に脱衣所から出てきた。下着姿で。ちょ、かなこさん、廊下にもエアコンつけようよ。暑いからって下着でうろうろしないでください。だって汗でシャツが張り付いて気持ち悪いだもん。ああ、暑い。ぼやきながら食堂へと入っていく。たく、今度はハットがぐったりしながら小鳥の部屋から出てきた。なんだ、お前も夏バテか。片付けが終わったら水浴びさせてやるから、ちょっと待ってろ。寮母である俺は皆さんを送り出す準備があり、やはりちょっと忙しかった。そのため今日は部活を途中で抜けて帰ってきた。へなへなにへばっていたハットが何かに気づいて急に頭を上げた。ただいま。おかえり、遅かったんだな。ギリギリまでやってたからね。うぅ、疲れた。ここ。はいはい、ただいまハット。小鳥はぐったりしながらハットを拾い上げ膝に乗せる。まずい、喉渇いた。はいよ。俺は車椅子をして小鳥を食堂へと連れて行った。おかえり小鳥、頑張ってるね。まあほどほどにね。麦茶でいいか。うん、ありがとう。うん、生き返る。飯行くか。うん、食べる。俺は作り置きしていた夕飯を電子レンジで温めてやる。かいがいしいね。寮母の仕事っすから。小鳥たちは今日からもう合宿体制に入っている。寮母の仕事があって最後まで残れなかった俺は申し訳なかったり悔しかったりいろいろだけれど、それも今日まで。明日からはこの職務から解放される。建物の保守や管理はしなきゃいけないけどね。
しかし心置きなく合宿に参加できるのは間違いないのだ。夕飯のごま味噌担々麺を食べながら小鳥が騒ぐ。ハト、離れてなさい。あんたが食べたらきっと死んじゃうわよ。ガッガッ。担々麺に入っている野菜を狙っていたハットが小鳥を、カットを小鳥が追い払う。辛い。辛いけど美味しい。辛い。わかる。不平を言われているように聞こえるけど、一応好評なようだ。ところで、お前は帰省しないんだよな。そう聞いてみる。しないわ。合宿のために取りやめにしたのか？違うわ。もともとするつもりないし。そうなのか。なんとなく釈然としないで小鳥の顔を見てしまう。食べにくいんだけど。ああ、悪い。小鳥は足が不自由だ。普通に考えれば夏休みなどは実家で過ごしそうなものだ。親元を離れて寮生活してるだけでも自然の不思議なのに。何か事情があるのかな。そんなことをぼんやり思っていると。私も帰らないよ。え？なんでそんなに驚くかな。私にいなくなってほしいわけ？いや、そういうわけじゃ。うちはこっから近いからね。本当は寮に入らなくても学校通えるし。じゃあどうして寮に？追い出されたんだ。うち両親が再婚したんだけど、あっちに年の近い男の連れ子がいてね。なんとなく知りやすそうな話だ。小鳥も思わず話し橋を止める。いつも風呂上がりに下着姿で歩いてたら、お母さんから出てけって言われたの。結婚生活をぶち壊す気か、この親不孝者。だってひどいと思わない？小鳥が真面目に聞いて損したわとぼやきながら食事を再開する。いや、それは下着でうろちょろするかなこさんが悪いのでは。っていうか、それで追い出されといて、ここでも同じことしてんのかい。ま、ちょいちょい顔出しに帰るけど、基本はこっちに残るから、よろしくね。どうやら夏休みもこの寮の住人がいなくなることはないようだった。なんてこったい。ああ、ダメダメ。樹脂つけすぎだって。これじゃ薄すぎるんじゃないの？樹脂の割合が多いと強度が弱くなるの。前に教えたでしょ。だからって薄すぎじゃないかしら。合宿が始まって数日、主翼制作は順調に進んでいた。アゲハはロボット部に専念しつつも、時間があるときはこうしてこっちのガレージに顔を出す。で、小鳥とやり合う。どれどれ、私が見本を見せてやろう。あ、ちょっとアマネちゃん、何してんの？そうですよ、ここは私らに任せて、アマネ先輩はあっちで涼んでてください。私も混ざりたいのに。まるで娘夫婦に邪気にされるおばあちゃんのようにおばあちゃんのようにアマネ先輩がしょんぼりと戻ってきた。ほら、お前ら先輩をいじめるんじゃない。別にいじめてなんてないわよねえ。そうよ、あまねちゃんや葵くんが乗った時、空中でバラバラになっちゃわないように心を鬼にして言ってるだけなんだいくらなんでも空中でバラバラにはならんだろ。ほら見ろ、いじけちゃったじゃないか。アマネ先輩が昨日仕上げたパーツを張り切って磨く。それは巨大な板だ。いくつかに分けて作った板を次はつなぎ合わせてできたものだ。左主翼の上面に当たる部分で、下面、下面ができたら貼り合わせて接合する。その前にピカピカ磨いておくのだが、これが非常に時間がかかる。何せ面積が広いんで。綺麗にできてるな。すごいな。アゲハの小鳥も。磨きながら感心している。
そんな独り言を聞いて二人とも照れくさそうにはにかんでいる。なんだかんだで天音先輩に褒められるのが一番嬉しいらしい。いいね、いいなあお前ら。俺も手伝ってはいるけど、こいつらに比べると作っている実感は少ない。何言ってんの。この翼が完成したらあんたが飛ぶんだからね。そうよ、あなたはパイロットなのよ。おお、そうか。みんなが今頑張って作っているこの翼で俺は飛ぶのか。みんなの思いを乗せて。なんて言葉は陳腐なようで、こうして作業している姿を実際に見ているとそうでもないと思えてくる。自転車に乗っていた時は考えたこともなかった。自転車も誰かがパーツを一つ一つ作って心を込めて組み上げたものだったんだな。あの頃の俺はただただ走ることに夢中で、まだまだ未熟だったってことだろう。さあ作業再開。うん、今日中にこれ仕上げたいもんね。先輩に褒められた二人はますますやる気に火がついた様子だった。いい雰囲気じゃない。次回いきます。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。マクマリ製薬の伊藤洋司なんか聞いたことあるな。どっかの CM で聞いたことがある。明日の動画でお会いしましょう。小林製薬の伊藤洋司。いや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 揃えろよごめん